What is up, ladies and gentlemen, Spadio, and welcome back to some more Record of Agrost War Zero. It's been about an hour since the last part. Still February 9th. The time right now is 11:01 a.m. Anyway, we may as well see what goes on here. Hey, it's Linda. It has been a while, hasn't it? No love for him all. No love for you, Jean. Oyuka, why did you send me to my Gakona Toro Nirunda? Sorewa Machiro, Moskasara, Taichoni Ayukana, Nante. いえ、敵が深く入り込んでいるという情報が入りまして、ベフェスタ砦で迎撃するためバシュタール様が指揮を取られています。もしかしてこの前の奴らは。無関係とは言えなさそうだな。我々はバシュタール様直々のご推薦でベフェスタ砦へ向かう途中です。ああ、すごいじゃん。俺たちがいない間にお前どんな手柄取ったの？やはり太陽を君に任せて正解だったな。いや、そんな。敵の部隊を2、3潰しただけですし、着目されるほどの働きは何も。それもこれも常日頃からの隊長の個人得かと。バシュタール様も造園を率いてベフェスタ砦に向かわれたそうですよ。バシュタール様、looks like the others are here。私は猪子リンダです。あなたは黙っていてください。私はフリーデリンデと申します。どうぞリンダとお呼びください。あらまあ、ジークさんも隅に置けませんわ。こんなに可愛らしいいい人がいるなんて。
Well, it's obvious someone's in love. こいつは俺と同じ副隊長で、俺と一緒にジー君を両側からピシッとサポートすんだよ。その呼び方、どうにもならないよ。Millions, billions. タイのみんなは元気か？それはもちろん。みんな隊長のこと心配してますよ。顔を見せに行かれては。そうだな、ちょっと行ってくるよ。私もご一緒させていただきましょう。昼食の準備中かな。お腹が空いちゃう。いい香りがしてるね。ジークの本体だから、予定外のお客様が押しかけても気持ちよく対応してくれるよね。勘弁してくれよ。女の子が？そう。何これ？どういうこと？しかも親しげに。ジーク。お前も名前で呼べばいいだけじゃない。できたらやるわよ。できたらやるわよ。愛を預かる者として責任と重圧が。他たちの前で私情を挟むわけには。誰も隊長の名前を呼んだ呼ばないでいちいち文句言わないと思うけど。っていうかみんな知ってるし。トト、聞いてるの？はいはい、俺も顔出してくるわ。Another event, y'all.
found one there. We may as well see what's here first. Ziggy bath. Okay. Off you go then. Enjoy yourself. Enjoy your bath. No. No, bath with Ziggy. I want to play clean everything. Honestly, this spot's just fucking hilarious. I remember laughing my ass off the first time I saw this. Oh my god. どこで覚えてくるんだそんな言葉。勉強は友人か。Whatever did you learn of such things? Have you been talking to... Why do I always fucking forget his name? Eugene. I see she has put them to use already. You told that?ミーメルに変な言葉を教えないでください。Pretty saucy, dude. あら、私何か言いましたか？そんなことよりジークさん、ちょっとお手伝いしてもらいたいのですが、よろしいですか？何でしょう。あの魚なんですけど、ザクッと切っていただけませんか。もう硬くて硬くて。お願いしますわ。さやね、さやね、ご飯まだ。僕お腹空きすぎて別の人格が出てきちゃうかもな勢いなんだけど。ジークさんに魚をやっつけていただければすぐにでも。もうお腹減ったよ。ジークさっさとさばいちゃってよ。ああじゃあ。ジークさん、ちょっといいですか？教えてもらいたいことがあって。やあ、ミーメルとお風呂行くの？ No, Ziggy is going to take a bath with me. You're something, Mimila. 今はご飯が先。ご飯第一。風呂はその後ゆっくり入ればいいの。ともかく、ご飯。They're all just fighting over him. It's hilarious. あの、教えてほしいの。ジークさん、こちらを手伝ってくださるんですよね。落ち着いて。ジークがオロオロするのも諦めて固まってるじゃない。いや、no kidding。
なんつう顔してんだよ。そんなに羨ましいならお前もあの輪の中に飛び込んでこいよ。できたらとっくにやってるよな。ねえ、何なのよこれは。ちょっと離れてる間になんでタイが春の嵐に見舞われてるの。しかもその中心が隊長ですって。タイの風紀は、私の立場は。敗者はひた隠しにしてきた隊長へのあふれんばかりの愛を抱えたまま、ただ静かに大海原に去っていけっていうの。ああ、いい感じにぐちゃぐちゃだなお前。たましくないわ。完全に出遅れている上にどんどん差をつけられている。もうねえ、私でも即実践できる異中の人に一歩近づきになれる方法とかない？お前が俺に助言を求めるとはな。確かに思いっきり不利だよなお前。そうだな、お前の空回り奮闘記を見られなくなるのは楽しみが減るし。ん、何か言って。いやいや、お前の頑張りを一番よく眺めて見守っていたのは俺だからな。よし、ここは身内のよしみだ。一肌脱ぎましょう。じゃあ早速作戦会議ね。まさかこんな状況になってるとは思いもしなかったろう。そうね、真面目にやったら自発的に女性が増える任務なんて聞いたことがないもん。まあお前がいない間にいろいろあったわけだ。なんでか女の子ばっか仲間に加わってお前にとっての問題はその女性陣がジークに少なからず好意を持ってるってとこか。そうね、なんであの絵に描いたような鈍感男というか、そんな感じだった隊長が。お前そんな風に思う。一択になるか。まあ優しいっちゃ優しいからな。じわじわ落とされちゃうんだろうな。愛じゃない好意は無限大って感じ。うんうん、隊長は凛々しくてたくましくて魅力的な人だし、キリッとした厳しい表情、温かい笑顔、時折見せる少年の一面。そんな隊長の素顔に世の女性方が気づいてしまったと。気づいてしまったからには放っておけないと。そういうことなのね。お前俺の話聞けよ。まあしかしその解釈はある意味当たっているのかもしれないがな。あいつはな、男子一生にあるかないかの最大のモテ期を迎えているんだ。モテ期？甘酸っぱい青春を彩るスパイスみたいなもんだ。青春外してくるやつもいるとかいないとかだが、やっぱり青春時代に来てほしいところだよな。ま、俺はいつだって青春時代だけどさ。流行りの迷信ね。あんたいつまで青春続ける気よ。いつまでもだ。それはともかくだ、これは明らかにお前の怠慢が招いた結果だ。お
前、ジークの性格に安心しきってただろう。ついでに、今まで一緒にいた時間が長いから、仮に他の女性が言い寄ってきたとしても自分が有利とか考えてたんじゃないか？確かに。いいか、愛に時間は関係ないんだぞ。ほら、例えば一目惚れの方がこう一気に燃え上がる感じがしないか？その分冷めやすい気もするけど、そうかな。逆から言えば、いくらお前が長くジークの隣にいたとしても、それはあくまで仕事上の関係であって、ここで踏み込まなきゃどれだけ経っても部下の凛だでおしまいだ。俺はこの人と幸せになるよ。君も幸せになってくれ、リンダ。リンゴ。 And the Linda's Gang Love Advice from Eugene. How will this end? そして女は男の笑顔に背を向け、悲しみの大海原に去ってゆく。いや、そんな結末、悲しい、切ない、わびしすぎる。でも、何が一番悲しいって、あんたに真面目に説教を食らうとこまで事態が進行してることよ。ほら、忠告は聞くべきだぞ、茶化すな。あ、見捨てないでよ。あんたしか相談できる相手がいないんだから。いや、見捨てやしないが呆れてはいる。いっそ今からガツンと言ってこいよ。当たって砕けて玉砕してこい。いや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 、砕けちゃダメでしょ。それにできたらとっくにやってるわよ。うじうじすんなよ、お前らしくない。色恋沙汰となると点でダメだな。だがな、ここで何らかのアクションを起こさなければ、ブーケトス、待ち受ける側に回るのは確実にお前だぞ。今までの経験から分かってるだろう。ああいうやつははっきり行かないとダメだ。なら真正面ガツンと直球勝負だ。それにな、好意を持たれてるって分かると向こうも気になってくるもんなんだよ。まあ言うだけ言ってみろ。本当にダメだったら、やけ酒くらい付き合ってやるからな。真正面からガツンとストレートに。うん、分かった、私やってみる。ありがとう。やっぱり持つべきものは家族ね。よし、そうと決まれば特訓よ。 Wait, what? Train? Answers off. 特訓って何のだよ。今すぐジーグのとこに行ってこいよ。ねえ、俺の話聞いてた？ Honestly, I'm with him.And this one. Huh? Yeah? 隊長。さっき。なんだ、リンダか。どうした、そんな思い詰めた顔で。だ隊長。リンダ、ゆっくりでいいよ。
練習したの。緊張して言葉が出てこない。どうしよう。私の覚悟なんてこんなもの。逃げちゃいたい。でも。気持ち、受け。She's trying to confess her love. リンダ、落ち着いて、深呼吸を。受け止めてください。待て、リンダ、走るな。などない。この思い、剣で語り合いましょう。いやから身の入った稽古だったな。身も心も引き締まるよ。そうですか。私も心のモヤモヤがどこかに吹き飛びました。そうか、それはよかった。そうですか。なあ、俺もうかうかしていられないな。これまでよりもっと鍛錬に励まないとな。じゃあ一緒に朝の稽古しませんか。それはありがたい。早速明日から付き合ってくれ。その予定とは違った方向だが。いや、なるけど。まあいっか。その調子で頑張れよ。Going for a while, so let's call off the part here. So, till next time, stay golden.